い、どうもこんにちは、ガスタースティベンです。今回はね、リサイクルショップの方行ってみたらすごいね、懐かしいもん見つけちゃったんで買ってきました。こちらです。仮面ライダーファイズの武器3点セット、箱なし説明書なし、ちょいちょい付属品不足で、お値段2400円です。というわけで今回こちらを紹介していきたいと思います。まず最初はこちらですね、ファイズショット。はい、中古品だからどんなもんかと思ったけどね、割と綺麗、割かし、あれすごいな。子供とかってこういうの遊ぶときガン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 普通に平気でぶつけて遊ぶじゃないですか。なのにこれは塗装のハゲとか傷とか全然ないんで、もしかしたらコレクターの人が売りに出したやつなのかもしれないですね。ちなみにね、ミッションメモリーって、まあ、ここのマークですね、ここ取れるんですけど、このミッションメモリーはね、1個しかついてなかったみたいです。これファイズショット、何かっていうと、デジカメです。ここに覗き穴というかファインダーがついてて、でここがレンズですよね。次こっちですね。詳しく見ていくのは後として、まずざっくり見ていきましょう。はい、こちらはファイズポインターですね。すごいね、ここのメッキの部分ギラギラしてる。で、足りない部分、本当はこれね、足にガチャってつけるんですよね、本当は。それでライダーキックをするんですけど、その足につけるためのパーツがどうやら入ってないみたいですね。まあこれはしょうがないです。もうそこ分かってて買った部分もあるんで。で、ミッションメモリーはここにセットできるようになってて、セットすると、はい、伸びます。で、外して押せば戻ると。で、これは何かっていうと、多分懐中電灯だと思うんですよね、こうやって照らすやつ。はい、というわけで最後こちら3つ目のファイズエッジ。はい、あー、すごい、結構長めじゃ長めですね。これね、グリップの持つところの部分が、これブレーキついてるんですけど、これはね、あのファイズが乗ってるオートバージンっていうバイクのね、ハンドルなわけですよ。だから最初はもう普通にバイクに刺さってるんですけど、確かね、このミッションメモリーをこうやってカチャってやると使えるようになって、ブッて抜けてパーンって使えるわけです。とりあえずね、3つ開けてみたんで、それぞれ詳しく見てみましょう。というわけでこちらから見ていきましょう。ファイズショット、こちらね、さっき言った通りデジタルカメラです。そして一番上のところにはスマートブレインのロゴが彫り込まれてますね。ちなみにこれ放送はね、2003年なんで、当時のデジカメって何万画素ぐらいだ、結構解像度低いと思うんですよね。で、裏を見ると、これこちらは画面ですね。ちっさ、画面がすごい液晶小さい。何これ、一昔の携帯電話より小さいですよ。だから多分パシャって撮ったやつがここに表示されるんでしょうけど、特にそういったギミックがなくて電池蓋になってるんですね。ちょっとここに穴があって、これを押しながらグッて押す、グッて押すと開いて、はい、もう入れてあるんですけど、電池が入れられるようになってます。ここが電池の蓋になってるっていうのがなんか面白いですね。で、後ろにはオンオフスイッチと、あとメニューボタンとフラッシュのボタンがついてるんですけど、こっちのメニューとフラッシュは特に押しても何も起きないです。電池も入ってるんで、スイッチ入れてみましょう。お、あ、こっちが光る、こっちが光ったね、もう一回。おー、3つ、この部分が光りました。ちなみに電池入れると、ここの上の部分のシャッターを押すと、押しますよ、せーの、はい、チーズ。わかりますか、ちょっと明るくて見にくいかもしれないけど、ここがちょっと光るんですよね。ここにミッションメモリーがさせるようになって、でもこうすると完全にレンズが隠れちゃうわけですから、もうカメラとして使う気がないってことですね。ミッションメモリーをさしています。はい、ピピラディって言いました。そうすると使えるのがデジタルカメラとしてではなく、なんグーパンチでぶん殴る、なんだろう、ナックルのようなものに使えます。ここの部分が稼働して、こんな風になって手が入れられるようになってるんですね。まあさすがにね、子供サイズだからね、全部の指が入んないんで、ちょっととりあえずね、3つの指だったらこうやって入ります。で、これでバーンと殴るんですけど、殴るときはさっきシャッターだったボタンがあるんですけど、ここを押すとキンキンって、押しっぱなしにしてるとずっとこうやってビビビビってなってて、離すと、はい、攻撃した時の音になります。こういうわけですね。はい、お次はこちらです。
バイズポインター、これはさっき言った通り懐中電灯で、ここの上の部分のスイッチを押すとピッという音とともに、ここがちゃんと光るようになってます。もう一回押すと消えます。この時は音がしない。つける時だけ音がしますね。でミッションメモリはここの上の部分にさせて、さっきやった通りでね、多分僕ねさっきね普通にライダーキックって言ってたんですけど、あれ技にはねちゃんとクリムゾンスマッシュっていう名前があるらしくて、そのクリムゾンスマッシュをするときに必要なのがこちらのファイズポインターですね。だってねクリムゾンスマッシュをやるためにはここボタンを押すとしばらくこういう音が鳴って、必殺技っぽい音声が鳴るわけです。さっきのファイズショットと違ってチャージとかじゃなくて、もう押したらさっきのバシューンって鳴るまで待機です、ひたすら。だからもうこうなってる時はミッションメモリ抜いてもここを畳んでもずっと音が鳴ってます。ちなみに音声は後ろから流れてますね。普通の状態でもそうですけど、普通のミッションメモリ挿した場合でも色がオレンジというか、まあ黄色系なんですよね。まあ細かいことですけどね。そして最後はこちらファイズエッジですね。こっちもね中古ながら塗装が全然剥げてないんですよね。でここにスイッチがあって、今なってるのがオフで A タイプと B タイプがあるんですよ。 A タイプはってやるとピコって言ってつくんですけど、トリガーを引いてもピピピピとなって何にも起こりません。あとここね、ここもボタンがあって、ここも同じようにピピピピッと音が鳴るだけで、特にこっちのエッジの部分も反応がないんですけど、毎度も同じようにねミッションメモリを入れると、はい、おうおうおう、すごい。そうタイプ A はね、多分これずっとこんな風にボン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 鳴っててうるさい。でここトリガーを引くとバシバシッと音が鳴ります。結構音がでかいですね。ここの部分を押すとエクセルチャージバシューンとなるわけですね。対してこっちの B の方はピピってなって、はい、こっちの下の方がひたすらピカピカ光ってるだけですね。こっちの方はミッションメモリを入れても特にピピっていって、さっきとエラー音みたいな感じの音が鳴っちゃうんですよね。でこっちのモードは何かというと、まずちょっとトリガー引いてみましょうか。これを引くと多分ここずっと押してると、この辺でずっとバババババってなってるんですけど、これだけじゃなくてこっちのボタンを押すとピピッつって、ピピッ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 って、わかりますかね、ピピッ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 、だんだんこの光ってる部分が移動していくんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、8段階進んでいくわけですね。で何が変わるかっていうと、さっきのこれはこんな音で、2個目はちょっと高くなりましたね。3個目、おお、なんか UFO が来たみたいな音になりました。で4つ目、おお、3つ目が高くなった感じですかね。5つ目、おお、6個目、おお、で7個目、結構ガトリング的なね。で8個目、おー、怖い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 。という、まあこんな風にかなりたくさんの音が楽しめるようになってるんですよ。ちなみにね、こちらのファイズエッジなんですけど、赤く光る感じとかどっかで見たことないですかね。そうなんですね、工事現場のおじさんがよくこんなの振ってるんですよね。実際に仮面ライダーシリーズ、クウガと響を除けば全ての主人公仮面ライダーのスーツアクター、今いわゆる仮面ライダーの中の人ですね、中の人でもある高岩誠二さんというものすごいスーツアクターの方がいるんですけど、その人が撮影中にこのねファイズエッジで本当に交通整備してたそうなんですよね。そんな逸話もある、結構面白いタイプの武器です。はい、というわけで今回は以上、こちら仮面ライダーファイズの武器3点セット、ファイズポインター、ファイズショット、ファイズエッジの紹介でした。あ、そう、ね、仮面ライダーファイズってね、暗闇がすげえかっこいいの。このファイズギアを使った、まあ、本当すごい短い動画だと思うんですけど、ちょっとおまけ程度の動画も作ったんで、そちらの方もよかったらご覧ください。それではまた。